い、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。今日の企画は、TikTok でめちゃめちゃおすすめに出てくる、クリームキムチチャーハンっていうのを作っていきたいと思いまーす。イエーイ。今回はですね、過去に妹さんがね、してきた恋愛についてもね、ちょっと喋りながらご飯を食べていけたらなと思っております。今回のためにホットプレート買ったねんけど、うん、ちょっと正直使い方がわからなくて火災とかになったらどうしようかなって心配してます。僕このソーセージめっちゃ好きなんですよ。暑いね、最近。クーラーみんなつけましたか？僕はもうつけました。あー250でいいかな。一回140でしょ。いや、250いく。で、いい感じになったら保温しとくんじゃん。え、大丈夫、煙出てるけど。ほらほら、煙出てる。煙出てる、普通これ保温大丈夫か。ホットプレート、煙調べてみ。なんかだってさ、ダイオキシンみたいになったらどうする。え、待って、なんかさ、でもちょっと臭ない。多分初めからじゃん。今回初出勤やんから。はいはいはい、行こう行こう行こう。もう大丈夫かな。大丈夫、いける。不穏なクッキーどっか行ったな。よし、はい、混ぜて混ぜて。ご飯入れます。いいね。炒めて炒めて炒めて。少なくね、ご飯。ててててててて、いけー、美味しそう。いいな。どんぐらい焼いたらいいのこれ。全体的にもうなったらじゃん。はい、生クリーム。うん、生クリーム。え、食べへんのかい。傍観者いたよ今。いい感じ。おいしそう。このもん、このもん、まだ。おー、うまそう。ちょっと保護しようかな。というわけで完成が見えてきました。ちょっと全然容量わからなくてさ。いただきまーす。保温やし大丈夫ちゃう。いただきまーす。いただきまーす。うん。うん、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 そう。うん、うん。おいしい、おいしい。うん。キムチとチーズの味が、最高。うますぎ。キムチとチーズが好きな人絶対好きやな、これはもう。うん、うまい、美味しい。動画とか関係ないけど普段からしたい。うん。このチーズとかあるよ、忘れてたの。おいしい。全然忘れてたな。で、今回のこのクリームキムチチャーハンのご飯の当てとなるね、うん、魚となる、うん、あのお話なんですけれども、うん、妹がね、中学生の時の恋愛の話なんですけど、はい、みんなに話してやっても頼みます。事件は1月とか冬、うん、タイトルにもあった通り、うん、私の恋愛の中で結構大きな事件だったんですけど、うん、中学2年生の時に彼氏に浮気されました。はい。中学2年生でね、しかもその人が初めてちゃんと付き合った人やった、うん、前さ、1回目、サッカーの恋愛話でさ、YouTuber は利用で振られた。で、またその人とは別で浮気されてね。そう、だからさ、めっちゃさ、男も悪い人みたいになってへん。悪いやろ。告白されるけど、高確率で振られるんでしょ、私。なんでだろうね。なんでやろうね。みんなピークがやっぱ付き合うことなんかな、自分で言うけど。そうちゃう。なんかさ、この浮気された彼氏とのマイエピソード、うん、話すんですけど、中学2年生の春、うん、に付き合った。8ヶ月半ぐらい付き合ってました、うん、結構大阪の中ではなんか付き合ってたって感じだった。確かに。何が原因だったかな。私の中学生の時の部活テニス部で、うん、その浮気相手も同じテニス部やったっていう、あ、でその元彼はサッカー部やって、うん、外っていうのが一緒で、うん、テニス部からサッカーも見えるしサッカーからもテニスは見えるみたいな、うん、でさくらと彼氏は結構なんかもう学校中のみんな知ってるみたいな感じだったん、うん、もうみんな知ってるはずなのにそんなことが起こってしまうっていう。おい、泥棒猫見てるか。今の関わりるわけじゃない。今関わりはないけど、うん、もうそんな倹約な感じじゃないからいいんですけど、妹の友好関係に波を見てるお兄ちゃん。なんでそこが繋がったかはちょっと私分かってなくて、最初はラブラブでも、うん、なんか後の方からさ、うん、なんかちょっとさ、前ほど熱量がな、少なくなってしまうよね、どうしても。そうそう、そういうこと。サッカー部の元彼は結構女の子絡みが多いみたいな。あ、多いんかったな。そうそうそう、なんか女の子絡みが多いっていうのをアピールするタイプの人で、うん、
結構なんかいろんな人と関わりを持ちたいタイプの人で、うん、タイムラインでずっと会話してるみたいな、うん、もうなんか見えるとこでずっと会話してたり、多分今もストーリーで通話できる人とかやってる、ね、いや、それは知らん、もう通話やってへんけど、で、LINE の一言とかも結構コロコロ変えるタイプで、そういう女の子のこととかも書くみたいな、LINE の一言で、でもなんかすごい女の子とめっちゃ喋るな、嫌やなみたいな感じで、うん、浮気した子、うん、浮気された子か、うん、となんかめっちゃ喋ってんな、仲いいなみたいな感じで、うん、でもやっぱりちょっと嫌な予感みたいなのがあって、うん、この子となんかあるなみたいな、うん、で、こっちにはちょっと冷たいみたいなんで、うん、でもだんだん気づき始めてて、うん、あ、もう自分のこと好きじゃないなって、うん、その子にちょっと気持ちが向いてるっていうのがもうタイムラインとかもオープンすぎるし、うん、エグい、そうそう、学校も同じやから喋ってんのとかも見るし、うん、あ、もうその子のこと好きなんやなってもう気づき始めて、え、泣いてる、え、泣いて全然なんとも思って桜のその元彼ともう仲いい男の子がいて、で、桜ともめっちゃ仲いい間の友人みたいなのがいて、うん、で、その人にめっちゃ相談乗ってもらってて、うん、どう思うみたいな、絶対なんかあるよなみたいなんで、結構桜はもうどうしたらいいか分からへんくって、もう LINE とかも全然そっけないみたいなんで、うんうん、でもたまに好きとは言わへんけど、うん、I love you みたいなスタンプは送られてくるみたいな、たまにな、うん、それでめっちゃ喜んでたもん、好きってあんま言わへん、 I love you のスタンプやね、愛情表現な、元彼がその共通の友人に話してんね、うん、最近めっちゃ仲良くてみたいな、うん、そうなんやみたいなんで、で最終的に別れるきっかけになったんが、うん、毎日電話してるらしいみたいな、あ、で明日も電話しようって言ってるらしいでみたいな、もう約束してるみたいな、毎日電話するのをもう両思いみたいな感じでなってるわけよ、そこは まだ別れてないのに、こんなやつに振られてたまるかって思って、うん、それでその日の夜にあっちから LINE が来る前にこっちから別れようって言って、あ、こんなやつに振られ、なんか別れようっていう言葉を言われたくないなと思ったから先に言ってやった、振られてんのは変わらへんけど、うん、それが中学生浮気事件ということで、うん、相手が分かってるわけじゃん、他校の人とかやったらさもうそれで終わりやけどさ、うん、浮気相手が同じ部活やからさ毎日見るわけや、うん、その人のことを、うん、誰に取られたかも知ってるし、うん、そっからその子との関係がめちゃめちゃ悪くなって、最初から全然悪くなかったよ、うん、普通に友達やってん、うん、なのに取られて、うん、こっちからしたらさもうほんまに嫌やん、好きな人取られてさ、うん、そんな子がさ部活に毎日顔合わせんの、うん、その子の存在をさもう頭の中から消して、うん、消したもう消して、うん、もう嫌がらせとかそんなもしいひん、うん、嫌がらせとかもせずに、うん、だからそれが頭の中でその子を存在を消して一回消して消してこんなこと言ってるわけやけど、もうその子は見えへん人みたいなしてた、もうその子のことは見えへんみたいな、絶対に目を合わせへんみたいな感じで過ごしてて、もうこちら側の対策やもんな、そうそうそう、防衛やもんな、そうそう、なんか無視とかをしてるわけじゃなくて、うん、最初からないのだろ、その子がそこにいたらさくらの目線はこうみたいな100% 関わらへんみたいな感じで、うん、部活の中やから結構難しいけど、周りの人も知ってるわけやん、さくらがそうやってやってるのもな、恥ずかしいけど避けてんのってもう分かるやん、うん、それで多分自分がちょっと悪いことしたっていうの多分やっとそこで分からはって、あとあんまり覚えてないけど友達自体かなで謝られて、なんかさくらもそうだよ、ずっと続けてるわけにはいかへんやん、うん、中2の冬ぐらいにそんで、まあ、中3も部活毎日あるしさ、まあ、そんなんいつまでたってもやってられへんから、うん、もうさくらが折れて、そのことはもう普通に接するようになって許すみたいな感じで、なんかよく分からへんけど許したみたいな感じかな。中学2年生じゃドロドロじゃないかでも私は一方的にっていうか、取られた側やからまだ好きやって、うん、ずっとそんなさすぐ好きじゃなくなれへんやん、うん、もう元彼とも友達になりたいみたいな感じになって、うん、関係を切るとかじゃなくて、うん、友達に戻ったっていう感じで、うん、普通に喋る仲になって、うん、普通に喋る仲になったけど、さくらはまだ好きやん、ちょっとやっぱ空気はちょっと普通と違うやん、確かに、そうそうそう、好きって思ってる元カノとそう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 元彼女に接する元彼の感じやもん、そうそうそう、だから友達はそれとは違うわけやもん、さくらと別れた後にすぐそこは付き合って、うん、2日後ぐらいに付き合われて、やば、それもさくらめっちゃ腹立って、うん、なんみたいな、もうなんかもう、うん、ほぼ被ってるようなもんや、そんな、やめてくださいます、本当でもさくらもワンチャンちょっとまだいけるかもみたいな、まだワンチャンまだ参るって思ったそうまだ諦めるそう取り合いみたいな、うん、で LINE とかも普通にその元彼としてて、ベイマックスの映画があった時に見に行きたいみたいな話になって、うん、行こうっていうなって、うん、相談に乗ってくれてた友達とはまた別の元彼と仲良かった友達で、私も仲良かった人と3人で、2人はさすがにまずいや、うん、でこっちからしたらよっしゃみたいな、1日ゲットみたいなで3人で映画行くことになって、それも気に入らへんかったよな、うん、絶対でも、まあ、許してくれて、うん、でもそういう話も直接してくんね、うん、映画見に行くんやんなみたいな、でさかもう、うんみたいな感じでさ、うん、結構ドロドロでさやば、うん、
行くねみたいな、まあ、結末を言うとその元彼は、うん、その浮気の子ではちょっとつまんなかったらしくて、うん、だから私といる方がね、うん、面白いみたいな感じを友達とかに言ってて全然続かず遊びに行くこともあんまりなく別れて最終私にもう一回付き合ってほしいと、うん、言ってきたって感じですね、うん、いやお水が美味しいねそう戻ってくるっていうねなんか甘く感じるねお水がね、うん、好きやったけどすぐ世に戻すとかちょっと考えられへんくて、うん、ちょっと時間が経ってたから、うん、考えるっていうか受験のこともあったからさ、なんかこんな彼氏、こんな彼氏っていうかさそういうこともあったからさこんな彼氏やろどう考えてもそんな彼氏やろそうやけどさ好きな気持ちはあるけど、うん、なんか付き合ってたら受験とかに支障を切らしそうやなってすごい考えてて、うん、だからすぐには付き合えへんしもしかしたら受験終わりに付き合ったら付き合いたいみたいな感じで、うん、その時は付き合いませんでした、うん、その後から付き合うことはなかったけど受験終わってお互い好きやったら付き合おうっていう感じでそのまま終わった、うん、さくらねあんまね人の悪口言わないんですよね、うん、こんなに浮気されてさなんかな今やったらもっと言うかもしれない、ね、じゃでもそんな今もそんな言わへんくないあんまりなんか、まあ、なその元彼とか元彼に対して今は大丈夫やからみたいな、うん、か結構言うやんニーニャって絶対許さへんし絶対悪口言いまくってると思うもんだって、うん、あのクソだとか言ってなんか多分言ってると思うおい気色悪い浮気男みたいな言ってると思うから、うん、でそこはさくらすごいなって思う大人やねなんかね盲目になっちゃうやん、うん、取られても好きそんな男でも好きってなっちゃうからさ、うん、不思議やんなあんな男に価値を見出してた過去に自分がいるっていうのがすごいもんな、うん、ほんまにその時は好きやねんな、うん、ゴミやん、うん、なんかゴミを宝物やと思ってるのが、うん、なんかその時の盲目フィルターというか、うん、好き好きフィルターっていうのは偉大やなって思いますねまだちょっと面白い話があって、うん、もう付き合うことはなくて、うん、でももうずっと友達やってん最終的に、うん、やっぱりもうそういう約束っていうか、うん、一はあるわけやん受験終わっても好きやったらっていうお互いずっと思ってるやん、うん、でもそういうのもやめたくなってでもう普通の友達として仲良くしてて、うん、でも多分あっちはそういうのこと多分まだ好きやってんずっと、うん、でだから高校1年生とかになっても遊んでてん、うん、一緒に遊んでたなそう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 でもさ高校生になってまた新しい人と出会うわけやん、うん、でさくらが高校1年生になって出会ったのが YouTuber の理由でそうそうそう振った彼氏につながって、うん、で付き合うわけ、うん、そこででそしたら遊びに誘われてももう、うん、その元彼とは遊べへんわけや、うん、で元彼も気づいて付き合ったみたいな、うん、そうだからもう遊べへんってそこでもう関係を終わろうと思って、うん、もうずっとおしゃべりする仲やって、うん、たわいもない毎日 LINE してて、うん、高校終わったら遊ぶみたいなんでもうずっと LINE しててでいきなりそれがあったやん、うん、そしたらあっちはなんかで全然表には出さへんけど多分内心なんか思ってね相談とかあったら言ってきやみたいな感じで回ってくれて、うん、そういう相談役みたいなんで、うん、分かったみたいなほんでありがとうみたいな感じでもう LINE とかも終わらせるために頑張りやみたいなでだからもうこっちも新しい彼女できるように頑張りやみたいな感じで言ってて、うん、分かったみたいな頑張るわみたいな感じでもう LINE 終わってんそこで、うん、で普通にもう友達やんそうなったら、うん、でもその YouTuber が理由で振った彼氏と、うん、まあ付き合ってて、うん、3ヶ月その理由で振られて、うん、でその話をさくらの親友にしてん、うん、こんな理由で振られてんって、うん、でその親友の彼氏に、うん、まあ渡ってん、うん、その親友の彼氏とも仲良かったから、うんうんうん、そしたらその親友の彼氏がその人と仲いいから、うん、その元彼と仲いいからそこに行ってん、うん、そしたらそれはいいやん別に渡んのはな、うんうん、あそうなんや別れたんやもうさくらから別に報告することでもないから、うん、友達伝いで別れはったらしい、うん、それ分かるやん、うん、そしたらツイッターでざまみろってでもさびっくりしてささくらしかないやんとんでもない男やな幸せ願った友達同士やったのそうそうそう最後友達として終わったよ、うん、いつでも話せる関係やったのにざまみろ見た瞬間にってなって友達に戻ったくないと思って友達やったのにその関係もさなんか自分だけ思ってたみたいになってさ悪く収めたつもりやったのにざまみろって終わったスクショ残ってんさかこれ捕らえたまあそっからこれさかのネタにしてるからね友達とかに見せてさYouTuber が理由で振られた後にその元から彼女がダブルでなダメ男に挟まれてるみたいなって別れてラッキーみたいな感じなんやろな、うん、あっちからしたら自分の約束も全部なかった放棄していい感じやったのにみたいな遊ぶ仲やったのに俺は好きやったのに付き合いやがってなそこで終わってたら普通になあっても喋る仲になれたかもしれんのにな、うん、おもろないおもろいなあまあ見ろひどいよなひどいなでも中年結構なあれやなドロドロ感あったよな結構苦を経験してるんですよ